マジマジですか。なんかめっちゃ傾いてません。
いた、ダイさん、皆さん本当にありがとうございます。最後まで盛り上がっていきましょう。次の曲知ってる人は一緒に歌ってください。休憩ということで MC しています。と先日ベースのニーナちゃんが無事お誕生日を迎えられて21歳になったんですよ。21歳で何欲しいって聞いたらコンバース欲しいって言われたんでプレゼントしました。月曜日渡したんですけど、もう毎日履いててめっちゃ気に入ってくれてて、ほんまにありがたいです。かわいい。じゃあ次の曲いきたいと思います。Thank you.
左を向いて刺さる信じる僕らもなんだけど自分が見て確かめる私たちのバンドは1回生の春合宿から組み始めて2年間やってきました。で、私はとんがり…私はとんがりでの時間を振り返った時に、なんか正直とんがりやめようとか思ってた時は、まあ、あったんですけど、やめるまで至らなかった理由を考えてみた時に、メンバーはもちろんのことなんですけど、他のいろんな人から支えてもらったからなって思います。で、支えっていうのもなんかアドバイスとか言葉もそうなんですけど、なんかそのライブから夢をもらってきたからかなって思います。なんかとんがりの他の人たちがキラキラしたライブとかをした時に、なんかその人に直接応援の言葉もらってるわけじゃなくても、なんかこのままやめてええんかみたいな言われてるような気がして、すごいなんかそれでやっぱやめずに頑張ろうって2年間それを繰り返して今までやってこれました、うん、だから同会の子たちにはいろんなライブでその勇気をくれてありがとうっていう気持ちでいっぱいです。で、うん、メンバーにはこういう形で出会えて、うん、わがままな私を見捨てずにやってきてくれてありがとうっていう気持ち。そう、後輩の子で、まあ、悩んでるかもしれへん、悩んでる子もいるかもしれへんけど、自分がやってることが好きやったら、ね、何も問題ないから最後まで突っ走ってまたあいつちゃうけど突っ走って行ってください。っていう感じで以上です。はい、最後の曲聴いてください。